もうとんでもない深さのコブがでかくて深いコブっすね、これ。ちょっとドキドキしてきたな、ね、うまく滑れる気がする。イメージが湧かないけど。行ってきます。下山できないこれ。すごいな。これ。ビフォーアフターのアフターになるのか。いや、とりあえず撮りましょう。やばいっすね、これは。ゆっくり、はい、あーでもうまい、すげえ。ゆきともアプリ締めの一本ということで、同じ斜面のとこですね。同じ斜面で野田さんのお手本で、通るとこがなんかすごいな。ここも深くてでかいっすよ。なんか僕から見ててもなんか、なんていうんですか、楽にゆったり滑ってます。うん。でもゆったり滑ってるとコブの手前からここが多分今まで感覚なかったところがちょっと出てくる、うん、そうするとそもそもスキーは上手なので、あのここで圧が変わったらこうしやすいとか、やってみたらあこうやって板って動くんだとか分かってきて、幅が広がっていくと全然ここはいろんな滑り方が、なんか技術戦とか見てても戦略で縦に滑ってこう見せたい人もいれば、ターンこう見せたい人もいるし、多分ちょっとバンクっぽいとかスムーズな板の動きを見せたいとか、いろんなのが多分コブがこうじゃなきゃいけないっていうのが多分ないと思うので、なんかいろんなで、やっぱり流れも毎年変わるので、ただ乗り続けるって動き続けることができればいろんなのに対応しやすい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。でした。ありがとうございました。いえいえ、野田さんが教えてくれたわけなんですけども、はい、野田さんはレッスンも、はいはい、やっておりますので、ぜひぜひ、はいはい、コブ以外にも、そうですね、なんかコブだけとか、まあ、コブはもちろんやるんですけど、それよりそれ以外にもあの、まあ、ジャンル問わない普通にこうゲレンデをいろんなとこ滑りましょうとか、まああの
ちょっと飛んでみましょうみたいな、すごいジャンプをしようっていうよりは、スキー上手くなるためにあの地形使ってピョコって飛ぶとか、あのあえてちょっと今まで整備されたところしか滑ってなければもうちょっとこう地形のあるところを滑ってみましょうとか、そういうのをやろうかなと。でできれば、まあまだちょっと企画段階なんで決まってないですけど、ちっちゃい子とか、自由にこう滑るみたいなのを一緒に滑りながら自然と上手くなっていって、そこからなんかいろんなこう競技に生きていけばいいかなっていう風にあのやっていきたいなと思ってるので。楽しそうですね、はい、私が参加したいぐらいちびっこの混ぜて、そうですねじゃ興味がある方はこれなんで、はい、ぜひぜひ、はいはい、お願いします。ビフォーとアフター見てもらったんですけど、はい、今日のポイントはあれですか、板を止めないというか。そうですね、なんかこうやっぱりコブってなると身構えたりもするし、向かってるところだけをこう滑ろうとするので、その分こうちょっと動きが止まったりとか、すごく耐えたりとか、コブの向かってくるところまでを待ったりとかっていうのを、ってすると、いきなりドンってきた時に初めて動き始めるとかになっちゃうので、そうすると動きのタイミング、動き方とかは力のかけ方とかは適切じゃなくなっちゃう場合があるので、そうすると流れが止まったりすると思うので、できればどちらかというと自分から少し先行して、まあ、スキーは先行動作みたいなのとか結構あると思うんですけど、このままちょっと先行して自分が行きたい方向に少しでも重心が移動してあげたら、その後滑りやすくなるのかなと。板と腰の位置がある程度近いところにあった方が吸収とかの動きはしやすいですし、横幅が取れる状況じゃないので、うん、なんでほんのちょっとでもいいので重心動いていっただけで、ドンってコブに当たったところからその先をもう少し余裕を持って処理できるようになってくる。でそうするとここがもう少しいろんなことができるようになってきて、早めにトップ落としたり角付けを早く始めたりすることで、下から見てるとターンの前半が見えてくる、コブの中でもとかっていう風にすると、で前半がうまく見えてくるようになってくれば、今度後半もできてくるので、で後半で今度逆に後半ここをこう抜けたいって言ったら前半の捉え方が変わるとかっていう考え方が広がっていくのかなと思うので、まずは重心が一緒に少しでも動くことっていう感じです、ね、なるほど。今日は本当にそこだけで、それをやるためにこういうところを通りましょうみたいなのから、うん、まあ最初は広くて浅い目のコブ、うん、広く取ってコブを意識的に浅くして滑るところから、ずっと意識というかがつながっていけば、それを少しずつ狭くなってって意識が途切れないように、だん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 狭くしてて、ある程度縦に滑れるような流れの方が分かりやすいのかなっていう気はしますね。ヒロさん、今日レッスン受けて、はい、なんか衝撃的だったところとかって何かありますか？はい。で、はい、階段って言って分かりますか？ああ、多分。コブが階段みたいになってる時に、うん、その丸コブを滑るみたいに、うん、その削られた部分は無視して、うん、トップをすば、この階段のここを無理して滑らなくていいんだなっていうのを教えてもらって、ちょっと私は、はい、びっくりした、びっくりです、目から鱗でした。でも僕のそのイメージいくと空を滑ってるイメージなんですけど、どうですかね、そういうイメージ、そういうイメージでいいと思う。そうらしいですでちなみにモーグルはハイスピードになるので、うん、下から見てたら接接してるように見えてもほぼほぼ飛んでますね、男の人は特に、うん、ハイスピードになればなるほどここ全部あれしたら減速になっちゃうので、だけど全部接接してるのと同じ動きをし続けてたらコブに当たった時に衝撃は少ないし、板は同じような軌道を描くことができるので、うん、なんで空中でも同じ動きをするっていうのをできるようになるとすごくスムーズになる。空中でもそのいいポジションをキープっていうかに乗り続ければいいってことです、ね、すごいでも遅れるから
裏側捉えなきゃと思ってトップを落としすぎちゃって、うん、あの滝のようなところを、うん、板をトップを刺していって滝壺にトップから刺さってバッカーンってなるみたいな感じに多分なっちゃうので、そこじゃなくてもう少しあの向かってるコブの方に向かってトップが入っていけば、それが後ろになってたり板が浮いてると落ちていくのを、階段をドンドンってなっちゃうように下から見てたら見えますけど、あの空中に浮いててもトップがある程度少し下の方向に落ちていけば別に接接してるように多分見えると思うので、はあ、僕もいつかその感覚が分かるように頑張ります空中を滑るってあえて空中を滑ってるわけじゃないですよ空中に出ちゃっても気にしないっていう感じです、うん、あ空飛べるわけじゃないのでえ、でも今日それまではそのイメージなかったですよね。全くね、逆にここを滑んなきゃいけないと思って、コブのこっち側を滑んなきゃいけないと思って、うん、すごい階段になってるのに、うん、どうしたらいいのよと思って、えいって行くしかないですもんね。いけないじゃないですか。そうですね。えいって言ったら、さっき言ったようにバーンってなるってことですもんね。なんで、でも多分ここで、まあ、その検定とか技術戦とかの方とかは見せ方の選択をすればいいと思って、僕はなんかこうなるべくそれがポリシーとしてやっぱり接接しないのはダメだとっていう考え方の方もいると思うので、そういう方は多分スペースを取れば接接をし続けられると思う。でもそれよりもまっすぐ滑ってスムーズに見せたいっていうのであれば、今みたいに空中に出てても同じように重心の移動が起こっていくとか、で当たった時に同じように全部接接できている時と同じように滑れればすごくスムーズに、で下から見てると縦に滑ってるのに接接してるように見えるとか。なるほどねって言ったけどそうなりたいっす今日レッスン受けて何が変わったんですか、あの意識の中でというか、なんか操作がしやすくなりました。あ、そうなんだ。多分見た目以上に私の中では、スキー操作がしやすいです。滑ってない人の実感がないので、何聞いたらいいかよくわかんないよね。いや、そうなんですよ。野田さんからひろがさん聞いてて、ひろがさんが、ああ、なるほどって言ってるところ、僕は7割ぐらい分かってたんですよ。ハイレベルすぎて。いや、でもどんな、多分、斜面っていうか、コブだけに関わらずですけど、どっかトップが、下を向くとか、トップ方向に重心をちょっと動かしてあげるとかっていうのは必要なのかなって思いますね。なんで、まあ、例えば小回りとかもただ体を下向けただけでスキーを外側に押すとか、あのひねるとかっていうだけじゃなくて、最初ちょっと乗ってあげることでちょっとしたきっかけがつかめれば、スキーは前半ちょっとでもたわめば変わった感じの子に多分なるっていうのは、まあ、上手な人は分かる、なので、上手な人、そうですね。本当に本当に思いました。いや、今日は跳ねついていけないなって。逆になんかみんなこう止まっててスキーに引っ張られていくような乗り方っていうよりは、スキーの向きを自分で決めてあげて、自分で行きたい方向を決めてあげれるように、結構意外とやってれるようでやってなかったりするので。いや、そうなりたいっすよ。ぜひぜひ。ひろかさんは、はい、今日は最後ら辺は何をこう意識しながらやってたんですか。何を意識、でもそのまず前ポジションが前、普段の成長滑るときに前で、っていうそのコブを滑るときのいいポジションをキープというか、そこに乗り続けることと板をあそこに乗ってると板と一緒にこう回ってくるんですけど、そこにしっかり乗ることポジションですかね。なるほど。なんか今まで結構板離すとエッジ立っちゃうじゃないですか、はい、立って多分それでエッジかかって自分でどうにもできないっていうのが結構あったんですけど、一緒に行くから板もなんだろう、だから操作しやすいんですよね。多分板がずれてくれるから、
ように板た多分角付けが強いとそこから板ずれなくて、うん、どうにもできないしコブもボコボコしてるし、うん、逃げ場がないしだけど自分も一緒に行くから多分板の角付けも緩く、はい、いい塩梅にこうずれてくれて操作しやすいのかなって思いました、うん、はい、それでいいと思います今までこれ足出しちゃってたってことですよね。そうですね。それはでも気づいてたの？そう、整地でも癖で体内側に倒して突っ走らしてみたいな、多分癖になってしたと思う、体の。でもそれができるっていうのはすごいっすよ、マジで。いや、足伸びてるから、じゃあ出さないでって言われてできちゃうから僕なんかまあすごいこうなんて言うんですかね、コブの中のすごいこうスペシャルな滑りみたいなのに別に今すぐなるわけではないですけど、上から下まで流れがあってあの一定のペースで降りてこれるっていうのが、まあそれが元々のベースがちゃんと滑れる人はあの当然その流れもスピードも上がってくるし、それは整地の滑りにだんだん近くなっていく場で、コントロール時間できる時間が増えてくれば今度多分もっとこう自分のこう見せたいところを作っていくとかっていうことにつながっていくって、まずはいきなりスペシャルにしようと思うと、そういうことです。3ターンだけスペシャルみたいになっちゃうんで言ってましたよね、なんか小回りと一緒なんだみたいな。そうですね。でも結局なんかまあ、基礎スキーやってた方とか、うん、アルペンやってた方とかはそれに当てはまるところをうまく作ってあげると多分イメージしやすいかもしれない、うん、同じスキーなので、うん、当然やっぱりどっかで、すごいこう、まあ、さっき言ってたみたいなすごく離すとか、これって多分もっと近かったら減速しちゃう、ただの子は綺麗だけど減速しちゃう、なのでアルペンの人たちとかはもしかしたら一発でパンって決めるのがすごく上手だったりするかもしれない。だけど技術戦の中でそれすると前半が見えないので、ちょっとスキー自体はスキーっていうことで言ったら全然うまいんですけど、点数に直すともう少し前半作れた方が点数が出やすい。でもコブの中になってことモーグルで言ったら板のサイドカーブもなくなって細くなっていくので、もっとこう縦に自分がしっかり乗ってて腰から外しすぎちゃうと、うん、コブなりになってしまうので、しコブになりになるとコブの形状によって横幅も取られてタイムが落ちちゃうので、なるべくまっすぐ、なんで一番外側と一番内側、それも多分僕が言ってる内側って皆さんが滑ってるのよりさらにちょっと1本分内みたいな、ここは高さがの変化が少ないんですよ。なのでそういうところを狙って滑るとかっていうのは、なんでそうすると横方向よりは前方向とかに重心の移動が変わっていくので、なのでまあその辺はその状況に合わせていろんなのが取れるといいのかなと思いますね。ありがとうございます。ありがとうございます。いいえ、ありがとうございました。頑張ってください。広場さん、はい、頑張ります。ぜひぜひ楽しみにしてます。はい。はい。はい。じゃあ今日はそういうことで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、あー、すげえ。番外編あ、大変だった。